皆様こんにちは。この度は市民講座をご視聴いただきありがとうございます。今回は人生会議を始めてみませんかという内容をテーマにお話しさせていただきます。簡単に自己紹介をさせていただきます。私は川崎市立多摩病院看護部に所属しております藤井真希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆様、突然ですが11月30日は何の日だかご存知ですか？調べてみましたところ、カメラの日や鏡の日なのだそうです。実は2018年に人生会議の日ということで厚生労働省が発表しております。11、30をいい看取り、いい看取られと語呂を合わせて公表されました。なんとなく聞いたことがあるという方もおられるかと思いますが、今回は人生会議が少しでも皆様の身近になればいいなという思いを込めてお話しさせていただきます。人生会議とはどのようなことなのでしょうか。簡単に説明をさせていただきます。人生会議とはアドバンスケアプランニング ACP の愛称で、皆様が望む人生の最終段階における医療ケアについて前もって考え、医療ケアチームと繰り返し話し合い共有する取り組みのことです。縁起でもないわ。人生の最終段階じゃないから大丈夫と思われた方もいるかと思います。しかし人生会議は健康な段階にいる人から人生の最終段階にある人まで全ての人が対象です。どう生きたいかを考える側面だけでなく、どう生きたいか、つまり人生をよりよく生きるということと人生をよりよく終えるという両面を考えていく取り組みのことです。このように考えると少しは身近に感じることができるかと思います。なぜ人生会議が必要なのでしょうか。まず川崎市北部地域の将来人口の統計をご覧ください。現在の高齢化率は約 20%、 全国平均は 28% ですので、これから北部地域は高齢化が進んでいくことになります。そして医療や介護の需要予測指数はどうでしょうか。2035年には全国平均よりもますます需要が高くなっていく未来が待っています。高齢化が進むということは認知症の方が増えるということになります。2040年には4人に1人の方が認知症になる社会が待っています。そして命の危機が迫った状態になると 70% の方が判断能力がなくなると言われています。このような背景から、元気な時から、判断能力がある時から前もって希望する医療やケアについて考えておきましょう。そして大切な人にその考えを伝えておきましょうということが謳われています。実際にそのようなプロセスをたどることで、認知症や身寄りの有無にかかわらずご本人にとって最善であろう医療やケアが提供できると医療現場に携わる看護師として実感しております。医療現場の現状をお伝えします。命に関わる医療現場では治療方針をその場で求められることがあります。その時に
ご本人が自分のことを考えられない場合、ご家族がいない方はどうすればよいでしょうか。私たち医療従事者は、患者さんやご家族の意向を最大限に尊重した医療やケアを提供したいと考えております。そのためにはまず、皆様が人生会議を身近に考えていただくことが大切だと思います。人生会議を行う上で大切なポイントをお話しさせていただきます。まず、ご自身の疾患や今後の見通しについて理解を深めてください。もし、わからないことがあれば、医師や看護師に遠慮なく質問してください。次に、現在の気がかりや心配なことについて考えてみてください。心の支えになっていること、希望などはありますか？大切にしていること、大切に思っている人はどなたでしょうか。命に対してどのような考え、死生観がありますか。今後、医療としてしてほしいこと、してほしくないことはどのようなことでしょうか。家族に残したいメッセージはありますか。どのような場所で過ごしていきたいですか。もしも心臓や呼吸が止まったときにどのような治療を希望しますか？いざというときに自分の気持ちを代弁してくれる人は誰ですか？10個もポイントがあって大変と思われるかもしれませんが、すべてを行う必要はありません。できる項目から始めてみてください。そしてご家族や友人など大切に思う方や医療従事者に検討した内容を教えてください。よりよく生きるための人生会議が身近になりましたでしょうか。人生会議は縁起でもない話ではなく、皆様がよりよく生きるためのきっかけになります。かけがえのない人生を皆様が自分らしく生き抜くためにも、ぜひ大切な方と人生会議を始めてみませんか。そして話し合いの内容をかかりつけの医師や看護師、ケアマネージャーなど当院の医療従事者にもぜひ共有してください。人生会議に関して参考になる情報です。厚生労働省のホームページで検索しますと人生会議の学習サイトがあります。そして神戸大学でも人生会議のリーフレットを作成しています。どちらも非常に分かりやすい内容だと思います。ぜひご活用ください。ご清聴ありがとうございました。